信じられねえ。クソ。おい。八神、八神っちマジパネ、八神来れるね。牛遊園最高だよ。ヤガミッチ、は？あ！はあ。ヤガミ。
みんな、早速だが、俺から一つ命令したい。これは、四代目総代として、最初にして最後の命令になる。最後の？俺がメイドインヘブンに加入し、お前らとレースをする中、ずっと考えてきたことがある。命がけのデスレースは楽しい。時間が吹き飛ぶほどにな。だが、失うものがあまりにも大きすぎる。俺としても大事な仲間が傷つく姿は見たくない。ましてや事故で死んじまう姿なんてな。紫レイジを襲ったような悲劇は二度と起こしてはならない。一人の人間の死がどれほど多くの人間を悲しませ不幸にするか、みんなだって痛感してきたはずだ。皆川里奈やゴースト、いや紫ダン、彼らも紫レイジの死によって大きく人生を狂わされてしまった。だから俺は決めた。メイドインヘブンは本日をもって解散とする。解散？どういうことだよ、ヤガミッチ。言葉通りの意味だ。もう命を懸けたデスレースなんかやめるんだ。なんだよそれ。メイドインヘブンは仲間だろ。それを解散するだなんて。そうだよヤガミッチ、いきなり何言い出すんだよ。言ったはずだ。俺は仲間が傷つき命を落とす姿なんて見たくねえ。だから解散するんだ。だがよ、解散しちまったらもう仲間もクソもねえじゃねえか。いや違う、俺たちはずっと仲間だ。たとえメイドインヘブンが解散してもずっとここでみんなと過ごした時間も一緒に味わったスリルも感動も俺たちの中に残り続ける。それが絆となって俺たちをつなぎ続けるんだ。たとえチームがなくなっても。ヤガミッチ、それにこれは一代目総代紫レイジの意思でもあるんだ。彼が実現できなかったことなんだ。明日に向かって走れ。今こそ紫レイジの意思を受け継ぎ俺たちは走り出すべきなんだ。死に向かってじゃない、明日に向かって。胸の内に希望を抱いて。だからこそ今、一代目が果たせなかった最後の思い、メイドインヘブンの解散を成し遂げよう。みんな、ヤガミッチ、俺ヤガミッチと過ごす時間は最高に楽しかった。だけどあんたがそう言うなら俺は従うぜ。確かに俺たちの絆は永遠だもんな。ああ、俺もヤガミッチに従う。明日に向かって走れか。俺もそう思うぜ。そうだね。思えばこれはずっとあんたが走りの中で訴えかけてきたものだったもんな。みんなありがとう、理解してくれて。なんだ。俺は認めねえぞ。ヤガミ、てめえまで俺から走りを取り上げる気か。スオ、ふざけんじゃねえ。解散なんて認められるかってんだよ。お前、自分が何言ってるか分かってんのか。これまでルールが絶対だって言い続けてきたろ。お前自身がそれを破るってのかよ。うるせえ、奪わせねえ。走ることだけはな、絶対に。
ヤガミ、力ずくでも撤回させてやるよ。そうか、わかった。だったら相手してやる。かかってこい、スオぞ。負けんじゃねえぞ。ああ、ちくしょう。スオ、だが、そんな、あ、スオ君。
なあ。え？どうすりゃいい？八神さん。何なの？お願いします。いきなり何です？いえ。何なの？何言ってるの？母さん。それでも俺はお願いします。そんな、ええ。帰ってください。モトクロスをやらせてあげてください。スオーの腕はすげえんだ。俺はあの人のレースが見てえ。勉強ばっかしてるスオーなんてダセえんだよ。あいつはレースの時が一番輝くんだ。ご覧になりましたか。これが現実です。あなたが頑なに認めようとしなかったものです。何を？彼の走りがこれだけの人間を引きつけてきたんです。ユウマ君の走りにはそれだけの魅力があったから。
みんな口々に言いました。ユーマ君の走りはすごいと、誰も勝てないと、天才だと。ですが暴走族でのデスレースは命を代償にしかねない非常に危険なものでした。そこまでしなければユウマ君は自分のやりたいことができなかったんです。あなたに禁じられてしまったから、あなたが現実を見ようとしなかったから。嘘よ、こんなの嘘。まだ現実を拒むというんですか。いい加減ユウマ君と向き合ってあげてください。このままじゃユウマ君は危険なデスレースにまた戻っていってしまいます。いやよ、バイクなんて、いや。母さん、これが俺なんだ。ゆうちゃん。優等生のふりをしていても、規則に厳しい風紀委員のふりをしていても、そんなものは全部偽物だ。いつだって頭の片隅にはバイクがあった。忘れられなかったんだ。父さんが望んだからじゃない。俺は心の底からモトクロスが好きだったんだ。だから俺のたった一つの望みを、自由を奪わないでくれ。ゆうちゃん、そんな。母さん、一度でいい、俺を見ろ。ごめんね、ゆうちゃん。ごめんね。母さん、本当は分かってたの？全部。ゆうちゃんの気持ち、本当は分かってたの？母さん、俺はモトクロスの道に戻る。いいよね。応援しないとダメだよね。だってゆうちゃんの夢なんだもん。いや、察するに、
なあ。まさか。いや。